ウエちゃん TV へようこそ。今回はですね、製品版、デビルメイクライ、を行っていきたいと思います。チュートリアルとかいろいろあったんですけども、全部質問してですね、ミッション01赤の男、いやだから、チュートリアルってミッション、これチュートリアル、そうだということらしいです。チュートリアルに行きますね。あ、本当だ、これ飛ばせないの。とにかく今はですね、X 重攻撃を学べということですね。5つクリアすればですね、次に行きます。次はジャンプですね。ジャンプをですね、しながら弾を避けるという、ことですね。ジャンプが A ボタン。何やってれば？うん。こっちすぎる。そうだ。そうだ。はい。次は RB プラス、左スティック横方向です。A プラスね。うん。ということです。サイドロール、RB プラス、左スティック横方向プラス A。オーブを取りましょうか。動きながらオーブを取りましょうか。はい、取りました。楽しんだね。うん。サイドロールでかわせ。だっけ。絶対無理やろ。サイバーリョークみたいなことしちゃってるね。ほんとだ。てか、サイバーリョークみたいな銃持ってるしね。うん。なぜ気づかない。もう石を突き破るからね、置いただけで。これもわかんないんだよね。とりあえず連打すればいいだけ。うん。コンボ飛ばして。痛いじゃないですか、やだ。マジですか？なんで銃、剣構えないんだろうね。次、ハイローラー、敵を。まあ。RB プラス左手、後ろ方向プラス Y。やめなさいよ。ゲームパッドがブルブル言うんですけど。これです、今の先までですね。うん。ハイローラー。なんで、こういう、お、やめなさいよ。あ、で、これで、こうしてる間にやりなさいってことだよ。うん。はい、パチパチしなさい。そういうことですね。何手を叩いてんだよ。意味がわかんない。いや、言い忘れたんだよ。今、ハイビジョンかな？設定はどうなってるんだろう？っていうのパーコスだけでいいんじゃないの？どっからゲームが始まるのかわかんないね。ガトツみたいなことしてんじゃねえよ。斉藤さん来ねえよ。
とただのバトルになりますもんね。うん、その赤の男は人間じゃないからね。もうこの状態で人間じゃないです。もう油普通に折れてます。まずあの人の剣を楽々と持ち上げることすら人間じゃできないから、うん、後で見るってことは。これ平井剣じゃなくて誰だっけ、なんかあのモデルさんのやつ誰だっけかな。やめとけ、面白くないんだよ。うん、なんか似てる。派遣所、派遣所じゃないな、モロッチ、もう忘れちゃった、興味ないよね。うん、さあ、もう今、ガチでバトルや、今。これ、さっきこれ出てた？前から出てたっけ？痛いっす、痛いっす。やばいっす。あ、銃、効いてんじゃん。効いてないっす。効いてたって。大きな、こうやって引き寄せて。うん。一瞬ぐらいしか、銃の効果じゃないから。よし、コンフィギュアしか。いける。よし、撃ち殺すぞ。あれ、シーンが違うよ。違うね。チャンス。シーンじゃない。シーン。死んだ。っていう方のシーン。うわ、これ顔絶対腫れるよ。腫れるところ腫れるよ。うん。もう顔砕けるやろね。意外と人間って脆いだからね。で、剣でくしゃし。ダメやろ。足のね、ゆるつきがリアルすぎる、うん。普通はね、出るんだよね。うん。腐らへんとか。ここら辺垂れる。肺が潰れています。ミッションごとに終わるからね、いちいち。You aren't human, are you? We're the same. You and... 痛い。服も破れてないという。さすがグラフィック。逃げるのか。頑張って。ハローワークにでも行くのかな。ハローワークに来ました。今絶対見てたけどね。うん。はい、ということです。ミッション1、はい、クリオー。あ、C ランクか B ランクだね。あ、A ランク。前もないっすよ。お、プラウドソウル、血とともに受け継がれる誇り高き魂。おねおたくなる悩みは不可欠なもの。ASB。はい、ということで、赤の男でした。それじゃ、また。